私はパニコ、35歳の兼業主婦です。結婚して2年目。夫の拓也は2歳年上で、充実した毎日を過ごしている私なんだけど、ちょっとした悩みがあるのよね。それは、義両親のこと。結婚の挨拶で初めて会ったその日、こんなことを言われたんです。パニコさんは、資産家の娘なんだって。それも一人っ子だなんて、将来的には全部の遺産がパニコさんの元へ来るってことだろう。いやー、なんだか今から楽しみだな。あら、お父さんたら、パニコさんの前でそんなこと言っちゃダメじゃないの。いない時にしないと。そんなことより、結婚したらすぐ子供産んでちょうだいよ。早いに越したことないんだからね。子供だって若いままがいいだろうし、私たちだってご近所さんにああだこうだ言われる前に孫が欲しいもの。こんな感じで完全にデリカシーのない義両親。そんなことを言っている義両親を目の前に、拓也はなんだか知らん顔してるし。確かに私は資産家の一人娘。ただ父の考えとしては、一人娘だからと家に縛り付ける気はないし、自分の思った通りの人生を歩めばいいって考えだったから、家を出て拓也と結婚できたんです。でもね、どうしてもこの義両親とはうまくいきそうもありません。拓也は両親のことは気にしなくていい、両親とは最低限の付き合いでいいからって言ってくれてはいるの。だから義両親がこんなでもなんとかやっていけるって思っていたの。ところが、それからしばらく経ったある日、私は拓也から思いっきり裏切られることになるの。その日、仕事中に母のパニカーから突然電話が来ました。もしもし、どうしたの？え？お父さんが？私の父は以前から持病がありました。そして数ヶ月前から父が入退院を繰り返しているという連絡ももらっていたの。でもね、この前帰省した時はすごく元気で、最近では体調もすこぶるいいって言っていたのに。母から聞かされた話は、昨日までは元気だったんだよ。この状態なら来週には退院できるって。でも今朝急に、先生は危ないかもしれないからご家族を呼んでくださいって言うんだ。今すぐ帰るから。私はそう言って上司の承諾を得て早退。移動中に拓也に連絡して、しばらく実家にいることを伝えました。実家までは車で1時間程度の距離。すると拓也もすぐに駆けつけてくれました。病院で父に会ったら、私は涙が止まらなくなっちゃってね。でも、きっと大丈夫。持ち直してくれるって強く願っていたんです。その後、父の容態は一進一退。だから仕事が立て込んでいる拓也には、一旦帰ってもらうことにしました。拓也は帰るときに、お母さん、パニコ、お父さんはきっと大丈夫だよ。お父さんは元気になってくれるはずだよ。拓也くん、ありがとうね。ありがとう。こんな風に温かい言葉をかけて帰っていったんです。私と母はそれから数日、ほぼ泊まりがけの状態で父のそばにいたの。ところが、私と母の願いも虚しく、父はそれからすぐに他界。そして悲しい気持ちが抜けないまま、慌ただしく通夜と葬儀がスタート。お父さん。父の遺影を見ていると、なんだかまだ生きていて私に話しかけてくれるような気がしてね。私と母は父の遺影の前で涙が枯れるまで泣きました。葬儀にはもちろん拓也と義両親も参列してくれました。でね、私、葬儀やなんかが一通り終わってから思ったの。母一人を残して自宅に戻っていいものかって。すると、そんな私を見かねて母が私にこう言いました。パニッコ、私なら大丈夫さんね。本当に困った時には頼るから、それまではお互い今まで通り生活することにしようじゃないか。そう？本当に大丈夫？ああ、大丈夫さ。私を誰だと思ってるんだい？うん、わかったわ。その代わり、
何かあったらすぐに連絡ね。私もなるべく帰ってくるようにするから。そしてなんだかんだと約1ヶ月ぶりに帰宅。ただいま。心も体も疲れ切っていました。私が帰ると拓也が笑顔で迎えてくれました。パニコ、お帰り。お疲れ様。ちょうど親父とおふくろも来てたんだよ。ああ、そうなんだ。正直しんどいなって思ったんだけどね。でも葬儀に参列してもらったお礼もしなくちゃよね。お父さん、お母さん、この度は父の葬儀に参列してくださってありがとうございました。いやいや、大変だったな。でも俺たちが参列することは当然のことだし、お礼なんて不要だよ。さあやっぱニコさん、気にしないで。でもお父さんが急に、悲しいわよね。そう言われて私はまた涙が出そうだったんだけど、私のその涙をピタッと止める発言をしたのが拓也。お父さんが亡くなったのはすごく残念だけど、でも俺たちはこの世にいない人のことを考えてうじうじするんじゃなくて、その先のことを考えてさっさと行動すべきだよな。は？心ない言葉に驚愕して拓也を見るとニヤニヤ笑っているの。すると次に口を開いたのは義良心でした。そうだな、拓也の言う通りだ。拓也、あの話をしてやったらどうだ。そうよ、早い方がいいんだから。どうせそのうち話そうとしてたんだし、別に今言っちゃってもいいでしょ。あの話って何の話？私は嫌な予感しかしなかったわ。すると拓也が、じゃあ単刀直入に言うよ。遺産で二世帯住宅建てよう。は？お父さんもきっとあの世で喜んでるぞ。俺たちもいろいろ考えたんだけどさ、やっぱり遺産は有意義に使うべきだろ。ちょっと昨日父の葬儀が終わったばかりなんだよ。それなのに遺産って非常識すぎるでしょ。それにどうして父の遺産の使い方をあなたたちが考えるの？私は猛抗議しましたよ。ところがパニコさん、そんなに目くじら立てるなって。お母さんとパニコさんだけじゃ使い切れないだろう。昨日葬儀に参列して、改めてパニコさんの実家がものすごい資産家ってことを実感したんだよ。もし俺がお父さんの立場だったら、遺産は有意義に使ってもらいたいな。そうよね、娘が結婚して相手の家のために使うんだもの。いいことよね。どうせ本人は亡くなっちゃってるんだし、生きてる人で好きに使ったって誰にも責められないしね。私は呆然として言葉を失ってしまいました。すると義母がさらにこんなことを言ったわ。とにかくもううちは手放しちゃったんだもの。それしかないわよね。実はね、うちの方はもう今日から早速解体作業に入ったのよ。あとは新築をどんな感じにするか、みんなで楽しく決めていきましょうね。パニコさん、家を解体？まさかもうそこまで話が進んでいるだなんて。これは昨日今日決まったことではなく、きっと父の遺産が入るかもって話し合っていたに違いありません。そこで私は聞いてみたんです。父の葬儀からまだ数日しか経っていないのに、随分と段取りがいいんですね。すると、そりゃこういうのは早いに越したことないもの。当然じゃないの。お父さんが入院したって聞いたから、早速段取りをしておいたのよ。いろいろと急に売却するとか、急に解体業者依頼するとか、そういうのって無理じゃない。だから前もってお父さんが入院したタイミングでこうなることを見越して先回りしておいたってわけよ。では家を売却してしまった後、お父さんとお母さんはどこにお住まいだったんですか？ここだよ、ここ。は？パニコさんがお父さんのところに行ってすぐにここに住み始めたんだよ。いやあ、快適快適。そうですか。私はそうつぶやくと一人寝室へ。そしてささっと最低限の荷物だけまとめました。それを見た拓也は驚いていたわ。パニコ、何やってんだよ。荷造りですけど。いや、だから
それは分かってるけど、今帰ってきたばかりなのにどうしてまた荷物を。私は実家に帰らせてもらいます。はあ、じゃあいつ戻ってくるんだよ。二度と戻りません。は？それからあなたとは離婚、さようなら。は？何言ってんだよ。あ、ちょっとパニコ。拓也と義両親を振り切って私は自宅マンションを出ました。もちろん行き先は実家。母はそりゃもう驚いていました。でもね、さっきのことを話したら。パニコ、そんなとこにいることはないさ。もう帰る必要なんてありゃしないよ。私以上の怒りでね。まあそりゃそうでしょう。自宅マンションを出てから拓也と義両親は鬼電してきていたけれど、完全スルー。そして父の四十九日の日のことです。朝からお寺に行くために忙しかった私と母。それなのにインターホンを連打されてね。覗くとそこには拓也と義両親の姿があったんです。げっ、あいつら。私の言葉に母は冷静にこう言いました。いい度胸してるじゃないか。どうせいずれは決着をつけなきゃいけない問題だ。ならいっそのこと今回できっちり現実見せてやろうじゃないか。そうね。私がドアを開けると義両親は真っ赤な顔をしてこう言いました。パニコさん、どういうことだ。もう1ヶ月以上も経つんだぞ。音立たなしで実家に入り浸って、君は我が家に嫁に来たという自覚がないのか。嫁なんだから俺たちの面倒くらい見るのが当たり前だろうが。今のままじゃ家を建てることすらできないんだぞ。随分とまあ理不尽なことを言うのね。そうよパニコさん、あなたは資産家の娘なんだから、遺産で二世帯住宅を建てるくらいどうってことないでしょ。恩を後で返すなんてどういう育ちをしてるのよ。そんな義両親に対して拓也は、パニコ、俺が悪かった。あら、拓也は反省してるの？場所だろ、場所が嫌なんだよな。それに二世帯じゃなくて完全別居の方が良かったってことだろ。だったら会社に近い場所に土地を買ってそこに建てよう。ダメだこりゃ、話にならん。お手上げね。すると母が、言いたいことはそれだけかい？おや、いらしたんですか。谷子さんと話すよりお母さんと話した方が早そうだな。母を見るなりニタニタ顔になった義父。お父さんがパニコさんに残した遺産ですけどね。その遺産はお父さんの気持ちも汲んで有意義に使うべきじゃないかって話してましてね。二世帯住宅にするのはどうかって提案したんですよ。それなのにパニコさんは離婚だと言って家を飛び出しましてね。お母さんならお父さんの気持ちも我々の気持ちも分かりますよね。すると母はこう言い返しました。おいてめえら、さっきから聞いてりゃふざけたことばっかり抜かしやがって。私が何も知らないとでも思ってんのかい。こちとら夫が残してくれた遺産の一部を使ってあれこれ調べさせてもらったよ。え？お？あのですね、この1ヶ月の間にいろいろ調べさせてもらったんですよ。遺産遺産って父の残した遺産にどうしてこうも執着するのか気になってね。両親の知り合いには弁護士はもちろん調査会社の人もいます。いやはや驚きましたよ。お父さん随分とギャンブルで借金こさえてるみたいですね。すでにどうにもならなくて家族に内緒で闇金から借りてるみたいじゃないですか。お父さん、それ本当？相当長くみたいなので今後も返済は大変みたいですよ。なんですって？義母が義父への怒りをあらわにしたんだけど、こっちも叩けば埃が出るんですよね。そうそう、お母さん、ブランド品を随分と買い漁ってるみたいですけど、自分用というよりも誰かにプレゼントしてるみたいですね。だって男性用のブランド物ですもんね。なんで おい、どういうことだ。誰にプレゼントしてるんだ。そんなことして、ナンバーワンホストのリュウジ君です。
親父もお袋も何やってんだよ。あら、何やってるわ。タクヤも同じでしょ。うん、タクヤ、あんただって会社の既婚者に手を出して相手の旦那から訴えられて慰謝料要求されてるじゃないの。おまけに会社の既婚者との不倫は散々経費と社用車使ってるしね。な、あ、え、あ、えっと、あ、全員まとめて覚悟はできてるんだろうね。パニコが資産家の娘と知り結婚させて我が家の資産や遺産をうまく使えると思っていたんだろうが、当てが外れて残念だったじゃないか。散々好き勝手してくれたようだから今度はこっちの番だよ。パニコも離婚を希望しているようだし、私も離婚には賛成。てめえらは借金抱えてる上にパニコからも慰謝料は請求されるってわけさ。夫の残した遺産で敏腕弁護士を雇い取れるだけ取ってやるから覚悟しておけ。そんな、パニコ助けて。無理です。どうぞ家族3人仲良くそれぞれの借金を返済していってください。他人になるのですから手加減はしませんので、そのつもりで。いしし、そんなパニコさん。その場にへたり込んでしまった3人は四十九日に参列する父の部下たちによって追い出してもらいました。その後私と拓也は無事に離婚。もともとマンションは独身時代から私が住んでいた私名義のもの。そのマンションを売りに出して私は彼らと完全に縁を切ることができました。義父は借金取りが会社までやってくるようになり結局会社を辞めちゃったんだとか。今は借金返済のために朝から晩までバイトを始めたそうよ。ずっと専業主婦だった義母も朝から晩までパートに出たって聞きました。さらに拓也はもちろん不倫相手とセットで会社をクビ、さらに会社からも訴えられてとんでもない額の借金を背負っちゃったの。昼も夜も休まず働いてるんだって。永遠の借金生活、思う存分楽しんでね。一方の私は実家に戻り母と暮らしています。父が残してくれた遺産は今後の夢のために大切に取っておこうって母と約束したの。その夢とは。パニコ、お父さんの一周忌が終わったら夢だったクルージングツアーに行こうかね。私も一緒に行っていいの？お父さんと約束していたのよ。なのに約束を果たす前に行っちまって。だからお父さんの代わりにパニコが一緒に行っておくれよ。そうすりゃきっとお父さんも喜んでくれるはずさ。母と2人、これからも楽しく暮らしていこうと思っています。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。